皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1998年公開の、マーキュリー・ライジング。現代、マーキュリー・ライジング。監督はハロルド・ベッカー。脚本は、ローレンス・コナーとマーク・ローゼンタール。主な出演は、ブルース・ウィリス、アレック・ボールドウィン、ミコ・ヒューズ、など。精神に障害を持つ少年サイモンはある日偶然、国家の極秘コード・マーキュリーを解読してしまう。事実を知った国家安全保障局は、彼の家を奇襲し両親を殺害。難を逃れたサイモンを見つけたのは、落ち目の FBI 捜査官アートだった。というストーリー。小説シンプルサイモンの映画化。障害がある少年が高等能力を持っていて組織に命を狙われるとか、ブルース・ウィリスが治安組織の中のはぐれ者的な存在という設定など、かなりありがち。アートとサイモンの間の友情や愛情が物語の要となるが、二人の相性がいまいち。サイモンはうるさいだけで途中から鬱陶しくなってきたが、それは演じるミコ・ヒューズの演技力が高いということか。アレック・ボールドウィンの悪役演技の渋さはなかなか。ストーリー自体はそんなに悪くないし、ラストにはそれなりの感動シーンが用意されている。ということで、評価は。Thumbs down.